はい、というわけで始まりましたスピチュー。今日はねちょっとね面白いところにね行ってみようかなという感じで広島県のね福山市に来てます。かなりね山の中なんですけど、何があるかということなんですけどね、何があるかと、はい、まあね答えはね後々分かってくるんで、皆さんね最後までよろしくお願いします。ね、福山市内から30分か40分ぐらいね北の方に向かったところに住んどんですけどね、かなり山の中で、夜来たらね本当に真っ暗で道に迷うかなっていう感じなんですよね。だからこの辺とか本当に人気がなくて、まあ、参拝処理のそういう施設があったり、まあ、ペットのそういう霊園的なものもねあったりしたんですよね。そういう感じでちょっとね今日はこの辺をねうろうろしようかなと思ってちょっとね歩いたんですけど、関係者以外の立ち入り禁止、なんなんですかねここ、空き地ですけど何もないですね。ここから先衛生管理区域のため許可なく立ち入り禁止、何があるんですかね衛生管理区域、面白いですねこれ、こんなもん、こっち側にも発電機が、建物、すみません、なんか外出てきました。なんかありますね。開けてきたんですけど、ちょっとね、なんなんですかね、なんかありますね。え？外側だけではちょっと分からないですけど、なんですかねこれ。墓石安置所？これは
これは墓石の お地蔵様から昔からのものまでいろいろありますね。アンチ所でもめちゃめちゃ新しいやつもありますね。向こう側にもありますね。じゃあ明治26年宝石が出ますね。新しいやつで平成29年7月ラックバイモトクロスバイク出入り口この安置所、まあ永代供養とかいろいろありますけどね、そういうのがないとか誰の所有者かわからないとかそういうものがここに集められてるんですかね。でもめちゃくちゃ新しいねお墓あったりしてるんですよね。こんなところにね、こんな山奥にねあるってのもなんか不気味ですね。永代供養いうことですね。陸軍御庁ですね。なんかいろんな時代の宝石がここにね集められてるみたいですけど、まあ、この場所は比較的古い墓石が多いですね。まあ、下に行けば行くほどおそらく新しい墓石もねあるのかなと思うんですけど、お墓問題ってですね、これがねえ、いいなんか結構ね味のあるお地蔵さんがあったりして一体持って帰りたいなっていう感じでもあったりなかったりしたりするんですけど、なんかいろいろありますね。昭和43年とか、なんか明治18年はい、というわけで今回の、ね、スピチューブこんな感じです。墓石がねここで安置されているということで、お墓の保管期間というかそういうものが過ぎて、まあこういうとこに集められたりとか、まあね、まあ何らかの理由でここに移動したのかとかあると思うんですけど、まあねこれからねどんどんこういうね場所がね増えていくかなと思うんですよね。はい、というわけでね今回こういう感じで終わりたいと思います。それにしても暑いな。はい、というわけで皆さんねぜひね何かあればぜひコメントくれたら励みになるんで、ね、またよろしくお願いします。それではまた帰ります。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。